お元気ですか、ボクチビです。今回はですね、直筆サインカード総集編といきたいところなんですが、今回はですね、直筆サインカード以外にもね、実はね、まだね、紹介したいものがあるんですよ。それではね、後ほどね、紹介したいと思います。こちらでございます。こちらはね、エポック1というね、達成した時にね、作られるカードでございまして、これはね、数量限定で、作られるカードでございますね。で、最近ね、エポック1はね、集めてないんですけどね。だからエポック1の中にも、直筆サインが入ってる場合もあるんですよ。それは結構ね、高いと思いますね。で、こちらがね、ユニフォームカードでございます。もちろん私はファイターズファンですからね。ファイターズのね、選手の方は特に集めております。こちらはね、多分袖とかね、ユニフォームのね、切れ端のね、ユニフォームだと思われます。で、清宮選手ですね、これね。はい、横浜に行った太田選手と宮西投手でございます。で、今年からね、背番号5になった野村選手でございます。で、ソフトバンクはね、現在1枚ございます。で、ここがね、オリックスバファローズでございますが、オリックスもね、意外とね、多いんですよ。で、ここからね、楽天になります。楽天もそこそこ多いと思われます。で、ジャイアンツは2枚でございます。これはね、プリントサインカードでございます。前はね、直筆サインカードに載っておりましたが、まあ、今回からね、こちらのね、ユニフォームカードの方に、移動してまいりました。で、こちらからね、ヤクルトスワローズになります。で、横浜 GNA ベイスターズの方に移ります。で、これ、広島はね、1枚ございます。こちらね、メジャーの方ですからね。で、こちらね、わかりますでしょうかね。ちょっと見えないと思いますが、これはですね、ゴールドペイというね、特別にね、なんて、郵便局に、お金出して、出すね、カードでございます。結構これもね、重たいんですけどね。で、またね、これがね、一冊ね、全部、埋め切って、今度はね、2冊目になります。2冊目もね、集まりましたら、こういった総集編もやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。